こんにちは、トバログのトバです。今日は無印良品週間で僕が買ったものについて紹介していこうと思います。無印良品週間が3月20日から4月7日まで開催中 で、無印良品のメンバーであれば、まあ、セール品とか一部対象品を除いて 10% オフで購入できるんですよ。で、結構無印良品のアイテムってやっぱりシンプルで使いやすくて、しかも価格もそんなに高くないっていうものが多いんで、基本的にはもう日用品とか割と無印良品とかで揃えたりしてるんですけど、まあ、でまあこのシャツも無印だったりとか、あとまあ今履いてるパンツとかも無印良品のものだったり、結構ねやっぱり無印良品にはいろいろお世話になっております。じゃあ今回僕が何を買ったかっていうとまあこんな感じで日用品のちょっとしたアップデートみたいなものだったりとか、結構大きい日用品というかそういうものに関してはネットで購入しています。まあ、ということで一つずつ簡単に紹介していこうと思います。まずはこの袋からですね、まあ、ちょっとしたファッションアイテムみたいなのを買いました。で、一つずつ紹介していくと、まずはあの襟がないスタンドカラーシャツっていうものを買いました。僕こういうシャツとかは割と無印良品のものがぴったりなんで、まあ、無印のもの買ってるんですけど、だいたいね春とかにまとめて 3,4 着購入して、まあ、その年をしのぐみたいな感じのスタイルでやってるんで、まあ、今回も春先なんでこういう服とかを買ってるって感じですね。これ今セールをやっていて、もともと2990円なんですけど今1990円で買えたんですよ。まあ、そういうセールがあったっていうのもあって、この襟なしの服を買いました。身長が178ぐらいなんですけど、ちょうどこの L サイズがぴったりなんで、もう試着とかせずに購入できるのがすごい気に入ってます。あとはこのグレーのものも購入しました。で、これのいいところって、あのそのままでももちろんこんな感じで着れるんですけど、まあ、T シャツを着てその上からちょっと羽織るみたいな使い方もできるんで、結構ねやっぱ便利なのかなと思ってます。さすがに真夏は暑くて結構きついんですけど、まあ、これからね春先から夏にかけてずっと着ていこうと思います。次に購入したのはこれですね、防水のショルダーバッグです。これめちゃくちゃすごいですよ。これあのここ止水ファスナーになってるんですけど、内側もなんか防水というかビニール素材で覆われてて、多分すごい雨でも全然問題なく使えるんじゃないかなと思って、ちょっと小さいカメラだけ持って、まあその辺散歩したりとか出かける時に使おうかなと思って購入しました。一応これ2019年の秋冬モデルだったっぽいんで、こんな感じでセールになって、もともと4990円のものが3990円で購入できたって感じで、もうこれは完全に衝動買いで購入してます。まあファッションアイテムはそんな感じで、次に生活用品とか日用品みたいなのを紹介していこうと思います。はい、こちらはスポンジです。まあキッチンで使ってていつも使ってるんですけど、まあちょっと古くなってきたっていうのもあって、まあ新しく買い替えをしてます。スポンジって結構ね青とかグリーンとか目立つ色のもの多いんですけど、無印良品のやつは白と透明な感じで、それが結構いいんですよね。はい、続いてダイヤル式のキッチンタイマーです。キッチンタイマーはこんな感じになってます。これダイヤルでこうやってカチカチやると時間を決めて、でタイマーをセットできるんで、割とこう冷蔵庫に貼っつけておいて手が濡れてる時とかでも結構操作しやすいということで今人気らしいです。まあ、うちでは別のキッチンタイマーをもともと使ってたんですけど、それは結構やっぱり料理してる時に使いづらいっていうこともあって、まあこれだったらこうカチカチやればすぐセットできるっていうのも便利なんで、こちらを購入してます。はい、こちらはアルカリ電解水クリーナーです。これはキッチン周りを掃除する時に使うんですけど、やっぱりこのボトルとか詰め替えボトルもすごいシンプルなのがいいですよね。もともとこれは家で使ってるんですけど、こっちの詰め替え用も今回購入しました。はい、こちらは分解して洗えるキッチンバサミです。ちょっとね1990円って割と高めなんですけど、キッチンバサミって野菜とか切ったりとかなんかいろいろ水回りのものを切ったりするのは便利なんですけど、割とベタつくものを切るとここがなんか開きづらくなったり錆びたりするんですよね。そういうのは結構不便に感じてて、でまあこの無印良品のやつだとここまで開いてコックイってやると取れるんですよ。でこうやって簡単に洗えるのがすごい便利だなと思って購入しました。本当はこの柄の部分が白だったら最高なんですけど、ラインナップに黒しかないんで、まあ今回は黒を購入してます。
はい、続いてこちらがポリプロピレンのウェットシートケースです。まあ、ウェットティッシュとかをこの中に入れといて使うっていうものなんですけど、もう我が家ではすでに活用しています。でウェットティッシュってやっぱりなんか青っぽいデザインとか、まあ、デザインがちょっとうるさめなものが多いじゃないですか。まあ、そういうのをこうやって隠しておいて、まあ、テーブルの上に置いといて常にこう拭けるっていうのは割と便利かなと思って、でしかもこのデザインというかもう全然ノイズがないんですよ。この色の感じもすごいいいし、このなんか開けたら使えるっていうのも結構便利だなと思って今使ってます。まあ、ただこう開けてここの線みたいなのを外していいのかどうかで迷っているところはあって、まあここ本当はね開けっぱなしで使うと便利なのかなと思うんですけど、開けっぱなしだとなんか乾いちゃうんじゃないかなっていうのがあって、まあ今はこういう風にシールを貼ったままこう開けてシールを剥がしてプイって取るようにしています。あと日用品的なところで言うとこちらですね、まあ、結構大きめなんでネットで購入したんですけどゴミ箱を買いました。まあ、こちらのゴミ箱です。もともと別の容量が大きめのゴミ箱を使ってたんですけど、冷蔵庫を大きくしたことによって生まれた隙間とかにまあぴったり入るよねってことでこれを購入してます。まあ、これ自体は結構大きめなんですけど1290円って割と安い価格 でしかもシンプルだしいい感じに使ってます。うちではあの小さめのキャスターをつけてで冷蔵庫の横にまあ設置しておいて、もうがっつりこうゴミを取り出すって時はこのキャスターでこうスライドさせて取り出すみたいな風に工夫して使っています。で我が家で購入した日用品はこんな感じですね。結構ね週に1、2回とか無印良品の店舗に行ったりするんで、まあ、そういう時にいろいろ買い足したりはしてるんですけど、まあ、無印良品週間で 10% オフっていうことで結構いろんなものを一気に購入しました。日用品とファッションアイテム的なのを紹介したんで続いてはこちらですね。食料品も無印良品のものが好きでよく購入してます。で中身はまずこの綿菓子ですね。でこの綿菓子なんですけど奥さんもすごい無印良品が好きで、で僕の奥さんが綿菓子を食べてたんですよ。それ一つだけもらったらもう本当に美味しくて、今まで駄菓子屋で売ってたような綿菓子とかじゃなくて本当に素朴な味のもう砂糖で作っただけみたいな味ですごい美味しい綿菓子だったんで、もうこれはもう無印良品に行くたびに、まあ、見つけたら購入するようにしてます。なんかこう仕事の合間とかティータイムとかの時に、まあ、お茶受けとして食べたりもしています。これ本当に美味しいんですごいおすすめです。もう綿菓子が好きな人はぜひ試してみてください。はい、あとはバームクーヘン、不揃いバーム系ですね。バナナバウムとチーズバウムとチーズケーキを購入してます。でこれに関しては無印良品週間っていうよりも3つ買うと 15% オフだったんですよ。まあ、さっきの綿菓子もそうなんですけど、こういうのってちょっと小腹が空いた時にすごい美味しく食べれるんで、まあ、まとめ買いをして安く購入してるっていう感じです。我が家ではカレーもよく食べるんでカレーも購入しています。カレーもさっきのバームと同じ感じで3点以上買うと 15% オフだったんで、これを機会に食べてみたかったものを全部購入したって感じですね。まあ、プーパッポンカレーとグリーンカレーとあとプラウンマサラっていうエビのカレーと、まあ、バターチキンを購入しています。まあ、このプーパッポンカレーってカニを具材に使ってるものなんで通常価格だと500円近くするんですよ。それが 15% オフで買えたんで、まあすごいいい機会だなと思います。はい、最後にこちらですね、ルイボスティーです。僕朝とか昼過ぎとかは結構ねコーヒーを入れて飲んだりするんですけど、まあ、夕方とか夜に作業する時にカフェインはちょっと取りたくないなっていう時にこういうルイボスティーを入れて飲むとすごいなんかリラックスして作業とかもできるんでかなりおすすめのものです。まあ、我が家では T2 っていうメルボルンで購入したお茶のなんかイソップで出してるお茶みたいな味のするタミーティーっていうやつと、あとまあこの無印のルイボスティーがすごい美味しいんで、まあ、これを飲み分けてリラックスしています。はい、こんな感じで僕が今回無印良品週間で購入したものを紹介してみました。やっぱ無印良品って結構手頃だし品質もいいし、しかもどこの地域に行っても大体大きな都市には無印良品であるんで、なんかこうね引っ越したりしても統一感出せるっていうのもすごい嬉しいし、やっぱりこう日用品をちょっとずつアップデートしていくというか、まあ無印良品で統一していくことによってなんか部屋の全体の統一感上がっていくのかなっていう気がしていて、よくこういう機会にまとめて買い物しています。で無印良品期間なんですけど、まあ、冒頭でも紹介した通り3月20日から4月7日までやっていて、でネットショップだと確か
1日ちょっとずれんのかな、確か4月8日の午前10時までとかネットショップだとやっているんで、まあちょっとこういう機会なんでね、外出して店舗に行くのはなんかちょっと気が引けるなっていう人も、ネットで無印良品メンバーなら 10% オフで購入できたりするんで、ぜひ活用してみてください。トバログではこういう無印良品のアイテムとかの他にも、例えばなんかバックパックとか、あと人のカバンの中身とか見るのが好きで、そういう暮らしの道具とか、まあ、ガジェットとかそういうのをねいっぱい紹介しているんで、もしよかったら他の動画も見ていってください。で、気に入っていただけたらチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログのトバでした。